皆さん、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。暑い。もうね、すごい。すごい暑い。またね、ちょっと平常休息来てるとこなんですけど、僕ね、最近バイクも乗ってるって言いましたし、まあ、当然ドローン飛ばしに行ったり、アウトドアしたりするときに、まあこれからの季節ね、特にこの夏場の暑いとき、しんどい。ね、汗かきだし僕。そこでね、ちょっといいアイテムを買ったんですよ。これを今日は持ってきてるんで、皆さんにご紹介しようと思います。何かというとね、じゃん。よいしょ。ちょっとね、ウェアを買ってみました。これね、メーカーは、僕はほら、寒い時に電熱ベストを買ったでしょ。あれと同じメーカーさんで、買ってみました。ね。まあ、何かというと、最近ホームセンターとか、それにワークマンとかで売ってたりもするんですけど、空調ベストってやつね。入ってるものはとりあえず、まあ、説明書。これは、まあ、もう簡単な内容ですよ。一応日本語でも書いてくれてます。ね。説明書。あとはこれなんだ?多分、おまけでついてるのかなこれ。おまけでついてる。あ、これ手にやるやつかな女の人とか手にやってるやつかな日焼け防止用の。そういうことかななんか、まあ、UV カットって書いてるし、なんかちょっと冷たくなるのと UV カットとついてるようなものが、ついてます。両腕分。まあ、それはそうですよね。はい。これ僕使わんな。でも。まあ、女の人とかだったらね、まあ、あったら、肌触りは良さそうな感じの、あれでしたね。で、メインはこちら。じゃん!ね。電熱ベスト。色何があったかな?まあ、僕はこの青色買ってみたんですよね。マッチは僕も汗。これ、普通に考えたらね、これ着たら余計暑くなるっていう話なんですけどね。どのくらい涼しくなるのかがちょっと楽しみかなと思います。で、サイズはね、これね、僕は、一番大きいやつ。って言っても2種類くらいしかなかったんですけど、XXL。ね。XXL を買いました。ちなみに僕は身長がだいたい180センチくらいで、体重が100キロくらい。ね。あります。ね。ということで。ね、ちょっとバッテリーね。これも持ってるバッテリーを使うタイプになります。だから USB のね、充電のバッテリーを、もうね、今多分、まあ皆さんね、多分何個かお持ちだと思うんですけど、僕、この電熱ベストにも使ってたチーロのバッテリーね、これを使おうと思います。よいしょ。まあ出力自体はね、そんなにいらないと思うんですけど。で、まあ、ちなみになんでこれをね、僕買ったかというとね、これすごいんですよ。これ多分どうかな?店に売ってるやつもそんなんあんのかな?これ実は、前に扇風機が2つ、後ろに2つ、4つついてます。僕見たことがあるやつはね、後ろにこう2つついててね、後ろから冷やす分は、ホームセンターとかで見たことあるんですけど、前もあって4つっていうのはあんまり見たことないなと思ってね。これね、どこ入れるのかな?あ、そっか。電熱ベストと同じで、電熱ベストは前にあったのかな?内側にポケットがありました。で、ここへ刺すだけかな。ああ。USB の電源を入れると、もう、勝手に入っちゃいます。電源が。で、ここへ電源のスイッチがあって、長押ししたら止まりますね。で、長押ししたら、こっち入れなかな。開いた。で、ね、強中弱の3段階切り替えですね。で、長押ししたら切れる。さあ、どのぐらい涼しいのかな。これでも、皆さんね、温度計もないもん。今日何度あんねやろ、これ。熱っ。これ今ね、ちょっと一心とこに座ってますけどね、もうお尻ちょっと火傷しそうな熱さになってきてるくらいですから、かなり熱いと思います。ちょっと着てみますね。はい。あれ?ちょっとちっちゃい?
あ、これね、袖だけちょっと短いかも。お腹周りはね、あ、お腹周り大丈夫。お腹周りはね、このチャック、まあ、あの、電熱ベストもそうですけど、チャックが2つついてて、内側と外側に。だから、あの、ここは調節できます。袖だけって調節できるのかな？ちなみにこれを着て、電熱ベスト、電源入れてみましょう。よっ。あ、来た来た来た。あ、いいかも。あ、あ、涼しい。あ、いいですね、これ。これ、袖丈だけもうちょっと、あ、ちょうど、荷物あれすんので、メルカリのメジャーが。袖丈どのくらいなんかな？ちょっと測ってみますね。どう測ろうか。これ、入れてゼロのところをやっといて、43センチね。僕ちょっと手長いんですよ。なんか長いね、ちょっと手長いんです。だからまあこんな感じになってますけど、うん、でもいい感じ。これちなみにですけど、帽子がついてるんですよね。帽子、あ、うん、帽子をやるとね、ここまで風がちゃんと来ます。うん、まあどうかな、これ微妙かな、これどうかな。まあ今も本当の直射日光ガンガンのところにいてるんであれなんですけど、うん、帽子はなくていいかな、今は。ちょっと休むときに、影に行ってね、帽子もかぶって、ちょっとこう、顔も涼しく、やるっていうのはいいかもわかんないです。音はね、今外だからかな、そんなにしないです。今一番今日です。うん。あ、でも、涼しい。これは間違いなく涼しい。これ、袖丈なんとか加工できないかな、これ。これね、なんかうまいことしたいですね。はい。ということで、とりあえずこれご紹介がね、どうなもんかっていうのが、ちょっとわかりにくい商品でもあるんですけど、とりあえず今からね、帰りもバイクで、帰ってみて、どんな感じになるか、だったのかっていうのをね、ちょっと、見てもらえたらなと思います。まあまたちょっと家帰ってからの感想を別に撮って終わりにしようかなと思います。じゃあ、どうもどうも。はい、どうも。今ね、5分くらい歩いて来たんですけど、それでの感想です。まあ、涼しい。僕すごい汗かきなんですけど、行くときはすっごい汗出てたんですよ。途中でちょっと、ジュース飲んで休憩してたくらいで。だけど、汗があんまり出ないです。まあ、頭はね、帽子かぶってますけど、汗出てますけど、体の中はすごい快適です。で、バックパックね、背負ってたら、やっぱ後ろの、扇風機は、結構ね、なんですか、吸い込み口を塞いじゃってるんで、まあ、ちょっと威力が半減してるかな、という感じはするんですけどね。前の方はしっかり吸ってくれてるんで、なんていうか涼しいですね。とりあえず、ちょっとこれでバイクも乗って帰ってみて、家で感想をね、あとお伝えできたらなと思います。ではでは。バイク向けでね、
あのこの薄手のこういうウィンドブレーカー的なやつ1枚っていうのはちょっと心配だと思うんですけど、だからあのメッシュのジャケットの下にねこれを置くのはいいんじゃないかなと思います。はい、だいぶね、走ってきましたけど、あの暑くはない、まあ暑いのは暑いですけど、中が風通ってるんでやっぱりあの汗かかないですね。あのそれであのリュックがなければ、バックパックなければかなり快適だと思うんで、まあ、あの特にあの街乗りね、街乗りするときに信号待ちとかの時にするときにね、街乗りにはいいと思います。はい、どうも皆さん、今ね帰ってきましたけど、どうでしょうこれ、途中途中ねバイクの男でも、その時のね、なんですか、感じっていうのをね、レビューレポートしましたけど、うるさい、まあ、確実にね涼しくなります。もちろんね、すごくね寒いっていうか冷たいっていう感じではないですよ。周りがね当然暑くなってきてますから、あったかい空気をね吸い込んでこう、汗をね気化させて熱を取ってるんで、そこまでね、なんですか、ヒヤッとはしないんですけど、でも確実にね、なんていうんですか、汗をだらだらかくような感じにはならないと思いますね。まあ僕すごい汗かきなんでね、まあ、その僕でもなんとなくこう、なんですか、中がこうなんですか、汗をかいてるんでしょうけど、こうさらっとした心地のいい感じにはなってたんでね、見た目は暑苦しいですよね。でもね、ちょっとビニールっていうかね、こんなんでウィンドブレーカーみたいなね、クソ暑い中着てるっていう感じになりますから、でもまあいいと思います。あとはやっぱりファンが4つついてるっていうのがすごくいいんでしょうね。僕なんかリュック背負って、たんで、逆に後ろのファンをちょっと塞いちゃってたんですよね。あんまり良くなかったと思うんですけど、なんていうか、まあ、特にねこれ向いてるのは二輪でね、バイクで走ってる人なんかはいいかもわかんないね。メッシュジャケットとかを着た中にこれを着てるとかね、そんなんが一番いいのかもわかんないですね。そういう使い方をちょっと僕も試してみたいなと思います。あとはやっぱりドローン飛ばしていくときにこう、まあ登山までは行かないにしてもちょっと歩いたりね、まあ、ハイキングみたいなんで歩いて、まあ、飛ばす場所までポイントまで行ったりもするんで、まあ、そういう時にね、こういうのを使ってみたいなと思います。いったら僕の場合一番の問題はこの袖丈の問題がねあるんで、やっぱり腕の長い人はちょっと気をつけた方がいいかもわかんないですね。僕もこれなんとかね自分で調整できないかな。まあこのところちょっと一回ね、あれして、ただこういう素材がね見つかるかどうかですけど、ちょっと丈がな、でもこれ意外と、ね、値段がね買いやすい、安い値段なんですよ。確かね7000なんぼだったと思うんですけどね。でもクーポン券みたいなのとかもね結構多分あれ定期的にやってるのかな、ちょっとわかんないですけど、あとなんていうかタイムセールみたいなんで僕安かったような気もするんでね、多分だから7000円で台だったと思いますけど、で買えると思うんでね、まあその時期でちょっと値段上下するにしてもそのくらいだと思うんで、まあなんていうか行けそうな人は買ってみてくださいね。はい、そしたらまあ商品はね概要欄の方に一応リンク貼ってますんで、 Amazon リンクね、興味ある方は見てもらったらいいかなと思います。そしたらね、今日はこの辺で終わりにしようと思います。またいろいろガジェット関係、まあ本当はドローンネタね最初は中心にやってたんですけど、まあもともとドローンだけやるとも言ってないんですけどね、まあ、ガジェット中心にいろいろ僕が興味を持った内容についてやってます。またね、リクエストっていうか、まあ、こういうのもどうですかねっていうのがあったら、まあ、言ってもらったら、まあ、できる範囲ではねやってみようかなと思うんですけど、ね、なかなか、やりにくい内容とかもあったりはしますけどね、まあ、とりあえず真面目にコツコツ、情報配信をやっていこうと思います。よろしくお願いします。そしたら、この辺りで失礼します。さよなら。